ビューに行きたいと思います。来てくれたのはキム・ギンヒョン選手。1ヶ月ぶりのホームゲーム、久々のホームでしたけども快勝でした。見事な勝利おめでとうございます。どんな風に意識して入りましたか？まずホームでは絶対勝ちたいという気持ちで、入りました。ゼロに抑えるという気迫が我々のところにもしっかり届いておりました。そうですね、やっぱり、前でみんなが、あんだけ頑張って走って、チームのために、肩を見せたんで、まあ、自分もやっぱりそこを答えないといけないと思って、まあ、ゼロで抑えてよかったと思います。その皆さんのジンヒョンのスーパープレーにはスーパージンヒョンコールで応えてましたけども、どうですか、共に戦ったサポーターのあのスーパージンヒョンコールは。あんまり聞こえてないです。やっぱり試合中はやっぱりちょっと試合に集中してるんで聞こえてないです。愛のあるブーイングと愛のある聞こえてないです。これはまた次につながる課題ということでよろしいですか？はい、お願いします。で、前半がいよいよ、まあ、集大成ということで後半に向かっていく、なんといっても水曜日連戦ルヴァンカップのノックアウトのプレーオフステージ FC 東京戦がありますが、そこに向けてのいい勢いをホームで作れたんじゃないですか？そうですね、まあ、FC 東京にアウェーで負けてしまったので、まあ、絶対ホームで勝つしかない状況になっているので、まあ、今日勝って本当に次につながる FC 東京戦につなげたいなと思います。素晴らしい勢いになったと思います。じゃあ、共に戦ったサポーターに向けて最後メッセージをください。いつも応援ありがとうございます。本当に自分が皆さんに応援いただけるようなプレーを、どんどん出し続け、一個でも順位を上げたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします。3というのは星3つの話だと思うんですけども、ロビン先生からのパスもあって、その一言があってのシールを貼っていただいてもよろしいですか？いいですか。じゃあ先生、ちょっとシールを出していただいて星3つよろしくお願いします。